デスゲーム番長続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きで、まあとりあえずまだ調査パート続いてる感じです。で、新たに動機、まあ、殺人を起こすための動機としてお金を提示されちゃいましたね。人間みんなお金にすぐに揺らいでしまうからな。で、福田くん、お金だけじゃないか、なんか誰か一人生き返らせられるかもみたいな発言もしてたよね。そう、生き返らせることができるってなると、ここ電脳世界とかそういう感じなのかもしれないよね、実は。でなきゃ生き返らせるなんて発言出るはずないしな。ユリこそ思考、ただし BL、 貴様は存在してはいけないデフ。ユリ VS BL で戦ってる。気に食わないジャンルがあるのはみんなそうだと思います、大人の対応。しかしそれを好んでいる人の前でわざわざ言うのはどうかと思うでげすよ。死ね。口悪かった。今死ねって言ったデフね。一人言っちゃいけない言葉を簡単に使うような文字野郎には僕ちゃんのこの棍棒で丸眼鏡と出っ歯を叩き割ってやる覚悟をするデフね。過激派デブだ。いい、あんたみたいな彼女いない歴イコール年齢のかわいそうな童貞さんに何言われても怖くないでげすよ。養豚場行って家畜の餌になってきてください。口悪。何言ってんのかわかんねえけどこいつら怖えよ。口の悪さは天下一品だ。どこ行こうか。下か。どのミニゲームをやったんだっけ。ここやってないか。やったよな。だよな、やったよな。ここと、地図、じゃないな。迷路か。迷路が終わってる状態なんだよな、確か。どこ行けばいいか忘れちゃった。ついでだし、試験管マネー使っとく。せっかく持ってんだからね。ちゃうやん。なんか1枚ぐらい持ってたよね。試験管マシン、交換する。1枚だけだっけ。めっちゃ持ってんじゃん、俺。おしまいかな。え、4枚。4枚持ってれば上等じゃね ?36 枚もある。排出リスト。脱出用 PDA。本当に出んのかな ?10 回セーブしよう。もうワンチャン引いちゃう可能性あるもんね。服。バナナジュース。マーガレットティー。ミネラルウォーター。ロイヤルスズキワイン。飲み物ばっか。セクシー写真ホルダー。ちょっと後で見てみよう。バナナジュース。セクシーホルダー?テストゲームクリアカード。ベストゲームクリアカード。なんか結構重要なやつじゃねえ、今の。ひたすら連打ゲーなんだけど。バナナジュース。なんかちょこちょこ使い道わかんない。なんか変、ジェネックス級キムチとかなかった、今。これプレゼントとかできんのかな。弾丸論破だとね、プレゼントみたいなのあったじゃん。もしかしたらこのゲームもそこら辺リスペクトしてあるのかもしれない。もう20ぐらい前、20枚ぐらいいった残り9枚。セクシー写真フォルダー。なんか同じの何枚か手に入れてるよ。おエビのサラダ、ハズゲットじゃね?実はレアアイテム。あとは1枚。これでラスト。排出リスト。テストゲームクリア PDA。引きってどういうこと?手なのかな?手かこれ。引きじゃなくて手か。最大体力根性アップアイテム、手。ハズレアイテム、手。体力根性アイテム、効果の手。進行によって排出されるアイテム。何?追加されるだと?これ今、我慢ししない方がよかったんじゃね?クリアコイン80枚。体力が1上がる。これ効果意味あんのかな。使った方がいいのかな。ロイヤルスズキワイン。タッチクリックで閲覧。一人で見てね。ちょ、見てみるか。セクシー写真フォルダー。その1。最悪。外れ。一回見たことある。これは可愛い。とても良い。じゃあその3。朝日。もう朝日はいないんだ。可愛い、ゆなちゃん。これもう、家宝じゃない意外と胸でかい。みつこさん意外と胸でかかった。いや、でも過激すぎるやろ、お前。広告剥がされるんじゃねこれ。ロイヤルスズキワイン。これは根性5ヘルが体力5回復する。ダメじゃね。伝説のパティシエールのスパイル。これ、テストゲームクリアカードな、これ。何もせずテストゲームを1つクリアできる。まあまあまあ。ありっちゃありな。レアアイテムか。まあ、とりあえずテストゲーム1個。ここはまだあかんねえか。どこ行けばいいんだっけ迷子。普通に迷子なんだけど。ここら辺関係ないか。こっちか。こっち行って、このまま2階行くか。2階でいいか。あれ、迷路の横をまだ俺プレイヤーしてないのか。確か。だよな。こっちやってないよな。なんかまたみつこさんいるやん。何してんの。よし、一緒に参加しようぜ、丸メガネちゃん。嫌でゲス。シンプルに断られてる。一緒に参加しないとそのメガネ叩き割って殺すねんね。怖っ。とんでもね、過激派アフロだな。セーブしよう。じゃあ行ってみようか。光と闇のハイアンドローゲーム。ハイアンドロー好きです。使わないよ。はい、ポチッとな。こんにちは、秋山様。ようこそ我が輩のお部屋へ。
白崎さんのお気に入りのキャラ、こんにちはなんだぜ。秋山様は光と闇について何か考えたことはありますでしょうか。いや、そこは考えたことないかな。中二臭いね、だいぶ。私は常に考えておりますとも、だいぶ中二病。光と闇、どちらが正義かをね。正義とは勝者、よく言うね。そして人間が築いてきた社会は光より闇が多く勝っている。ズバリ、闇こそ絶対的正義でございます。うん、真理。これはなんかいいこと言ってる気がする。おお、そうか、それは良かったな。光でも闇でもない秋山博、名前。そんなことどうでもいいから、とっととこのテストゲームを説明しやがれってんだ。それではここ、光と闇のハイ&ローゲームのルールについて説明させていただきましょう。まず互いに先行か後攻かを決め、手元にある光もしくは闇のカードの山札から1枚引きます。光もしくは闇のカードだと、なんだそれは。先行でカードを引いたものは、後攻のものが引いたカードが自分の引いたカードの数字より高いか低いを予想するのです。ほうほう。例えば秋山様が引いた光のカードは我が輩の引いた闇のカードより高いことを予想したとしましょう。ふんふん。秋山様のカードの数字は5、我が輩のカードの数字は3。結果秋山様が勝利となり、闇のカードプレイヤー側は敗北となります。あらら。逆に誤った場合は、秋山様のライフが1つ減り3つ減るとゲームオーバー、イコール処刑となります。お覚悟。そうなんだよな、ここのミニゲーム命がけなんだよな、恐ろしいわ。なるほど、ズバリ俺が1回正解すればゲームクリアってことだな。しかも2回まで間違えても問題ねえのか。簡単だな。いえ、こちらは5体が相手するので5回正解してください。ああ、なんだと、ズバリ俺の残機3対5じゃねえか。不公平じゃねえかこの野郎。あと光と闇のカードってなんだよ。ハイ&ローってことだろ。うるさい、黙れ。まあそんな細かいことは適当にそっちで理解しといてくださいね。教えてくれねえのか、ひでえ。さあ勝負だ、秋山博士、かかってこい。カエルっち、デュエル。こんにちはなり。ということでワイに勝ってみせるなりね。俺の引いたカードは1だぜ。畜生が引いたカードは俺のカードより多い。そりゃそうだ。闇のカード8なり、俺の勝ちだぜ。あれ、死ぬ死ぬなり。勝った。カーニングするやつは全員この試験看板が虐殺する。うわ、8ってのが微妙な数字だよな。よし、出たー。このルール違反親父っていうか、なんかこいつ裏切られて殺されたよね。どうもじゃんけんおじさんです。俺の引いたカードは5だぜ。おい、よーし、あれ死ぬねんね。これで3対3。ビビットちゃんかわいい。ミュンミュンタック、高速固めウインクが得意なビビットちゃんだ。ビョン、汚い以前とはビビットの強運でぶち殺す。ミュン口悪7。うえー、これ微妙、これ低いなんじゃないか。おい、来たー。なんかそんな気がしたよ。俺の勝ちだぜー。ファッキュー、来た。とうとうここまでたどり着きましたね。しかし貴様は我が輩の闇に飲まれる運命です。なんかラスボス感あっていいな。BGM と相まってちょっといい感じ。3とか、お前、ラッキーカードすぎるわ。俺の勝ちだぜ。ぐわー、眠てー。寝るのか？あ、今これ4回戦じゃね？ 5 回戦やった？にゃんにゃんにゃーん。誰？この聞き覚えのある大久保大子みてえな声。まさか、それ大久保大子やない？うわー、中の人が出てきてほしかった。久しぶりだにゃ、皆さんご無沙汰しております。元未来高校の第一デスゲーム試験のゲームマスター、そして対処班の大久保大子と申します。なんだと、てめえは俺がデンジャラスハリケーンにしたはずだぜ。まあコンピューター、 AI 的な感じ。そう、リアルの俺様はてめえに破壊されたにゃだよね。ということで人工知能として復活したにゃ。改めて俺様は T22、 ニックネームは大子にゃ。今流行の猫娘ということでよろしくにゃ。娘って疲れてもちょっとな。このゲームをクリアしたければ俺様に勝ってみせるにゃ。なに？ 5 人倒したらクリアなんじゃねえのか。反則だろこの野郎。あれ、これで5人目じゃないっけ。あ、違ったっけ。乱入は違反ではないので大丈夫です。本当なので安心してください。お、分かった。え、カエルっち、試験看板、ビビットちゃん、闇の魔術師、あ、4人だよね。まあそういうことだにゃん。覚悟するにゃんね。そんでリアルの俺の仇を取ってやるにゃんね。あ、ちげえわ、じゃんけん親父がいた。そうだ、6人目だ。ルール違反じゃねえか。畜生やるしかねえ。俺の引いたカードは5だぜ。おい、えい、方俺の勝ちだぜ。瞬殺、なんだなんだなんだこのステージ、かっこいいぞ。どうやら我が輩たちの完全敗北ですね。あなたの勝ちです。ゲームクリアおめでとうございます。ありがとう。この俺の勝利の男様に愛されているぜ。男様？どういうこと？ガハハ。報酬を差し上げましょう。ありがとう。クリアコインを40枚手に入れた。イエーイ。
今回はたまたま電球の光が強くて光が正義となりましたが、次こそは闇が勝ちます。部屋の電気を弱めますからね。ふははは、そういう問題？何言ってんだこいつ、怖いからもう出るぜ。あばよ。だんだんこの命がけの生活にも慣れちまったぜ。楽しんでるしな、みんな。それはさておき、一回ダイニングルームに行って休憩するぜ。お、これみんなと親睦深める時間か。まだ時間あっし、ダイニングルームで誰か誘って探索するか。誰かと一緒に探索し交友を深める時間を過ごしますか。一緒に過ごす。番長交友、誰と行こうか。スネちゃんも行く。あー、いやでも前回きなこちゃん行ったしな。福田ちょっと気にな、あーでもな、骨た。あー骨たか福田、迷うな。いや福田にしよう。なんか今回なんかやらかしそうだし、先に話聞いとこう。あ、なんだ秋山か、どうかしたか。普通一緒に探索するか。一緒に探索する。俺は可愛い子と一緒に探索してんだけどな、諦めろ。福田と一緒に探索した。楽しめたか。少し仲良くなれた気がしたんだぜ。よかったな。どうだ、なんか見つかったか。なんもねえよ、進展なしだ。だな。廊下の壁も床もボロボロなのに、穴も外に繋がりそうな亀裂もね。どうなってやがんだ。廃校だっつうのに体育道具すらもねえな。こんなんじゃテニスの練習できねえ。ん？お前テニス棒なのか？なんかやたらテニスの話するよね。おお、これでもテニス選手目指して日々練習してんだよ。そうだったの？いろんなところの大会に出ても、大会にも出てるの？マジ？さては女にモテるためにやってるだろこの野郎。そうなの？下心満載？まあ、もともとはな。え？もともとは？なんか意味深な言い方。なんだよ、今は違うのか？俺の妹よ。俺がテニス選手になって活躍するところが見たいって言ってたんだよ。シスコン。お前の死んだ妹さんのことか。絶対この話出ちゃうとユナちゃんのこと気にしてるよなって思っちゃう。俺の妹、カズハってんだよ。カズハはいつも俺がテニスしてるところを楽しそうに見てくれていたんだよ。あいつ、くっそ生意気だったし、いつも俺にちょっかいとかいたずらしやがってたんだよな。あいつ、急に美容師目指し始めて、かっこいい髪型を考えたって言って俺を実験台にしたんだ。ああ、じゃあその髪型妹さんが作ってくれたんだ。洒落てると思うぜ。そしてこの髪型に仕上がったんだ。最初はくっそ恥ずかしかったぜ。まあ今は気に入ってるがな。もう妹大好きやんこの人。髪伸びた時なんか自分で切って保ってるんだぜ。すごくね。そんでバイトで美容師やってんだよ。すごい。まあ女子専門だけどな、男の髪なんか切りたくねえし。俺はこの髪型でテニス選手になって名を轟かす。それを死んだ妹へのレクイエムにする。それが今の目標さ。お前めちゃくちゃ妹思いなんだな。ここまで来るとやっぱユナちゃんの死結構ショックだったんじゃねえか。あ、違うか、そういうことか。ユナちゃんをじゃない、このゲームに参加した人以外も生き返らせるのかな。俺あくまでゲームの参加した人間だけだと思ってたけど、そういうこと、妹生き返らせるのか。失って初めて気づくもんだよ。もし妹が生き返るならどんな手段だって取るさ。まあそんな方法この世のどこにもねえけどな。あっちゃー、これやらかしそう服だ。俺はてめえのことなんかむさいしうるさくて嫌いだけど、妹の彼氏がお前みたいなやつだったらよかったな。おっと、そうか、俺もお前はめめしいチャラ野郎で嫌いだぜ。お口悪いな二人して。そして悪いな、俺には春咲ちゃんという思い人がいるぜ。空気読めよアホ。つうか春咲ちゃん、春咲ちゃんは俺が彼女にする予定だ。てめえ殺すぞ、死ねえ。おいおい、なんか言ってるぞ。福田和樹との交流度が1上がりました。ユナちゃんの死を受け入れてない2人して。そんじゃあテストゲームをしに探索に戻るとするか。わかった。あとは番長地図見るか。2階が終わったんだな。2階が終わってるよな。1階も終わってから、あとどこに行けばいいんだ。外に行く？こっち違うもんね。あ、外に行ける？どうやって行く？どうやって行く？こっち違うもんね。あれ、やべえ、覚えてねえな。どうやって外にだっけ？こっち違うよね。こっちはもう戦った後でしょ？入れない。
こっちは、あ、こっち寄宿か、寄宿舎か、カミカミ。あれ、こっちは、これトイレか。これは体育館でしょ。関係ないもんね。こっち、やべえ、シンプルに迷子。あれ、どうやって外に出るかって地図あったっけ。一回、あ、あった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 。あ、はいはいはい、普通に間違えてんじゃん。こっちだ、こっち行って、あ、ここ、あ、なあ、そこ入り口だったんだ。なんでガラス張りとか思ったけど、だからどうやって外出んだろうってずっと探してたら、俺の見落としだった。とりあえず話しかけろ。アフロッチ、フラダンスしよう。え、どういうこと、二人して。それやんややんや、なんか良さげだな。後にしようか、バイバイ。で、こっちにミニゲームエリアがあるのかな。上か、あ、いない、ないぞ。あれ、こっち、ん、なんかある。お、来た、帰り近いんだ。大きな穴、あ、取れないね。なんかセミの鳴き声が風流だぜ。中学、小学、あかね、入れないか。え、ミニゲーム会場どこにある。うん、戦車謎。あ、これ今外地図見れんのかな。見れる。困ったら、どうやって行けばいいんだ。でも外にあるって言ってたよね、なんか会場。こっちも行けんのか。あー、こっち行けんじゃん。そういうことね。どうせならちょっとクリアカード使ってみるか。お、なんかみんなで話してる。ファイアーマスクッチ、相変わらず筋肉すごいね。うむ、確かに。照れてやがる。俺だってそれなりに筋肉あっぞ。つか、細マッチョの方がかっけえだろ。俺だって、すごいぜ、この野郎。下心。もし何かあったら、私をその筋肉で守ってね。男の扱いがうまい。うむ、確かに。ぐわー、ちょろいな。二人でもっと筋肉つけっか。でも、女子はね、あんまムキムキマッチョ好きじゃないとかって聞くよね。これ行ってみっか。中中攻防に挑みますか。挑む。ここは野郎と一緒に行くより女と一緒に入った方がいいと俺のリーゼントが囁いている。使うに決まってるだろ、ボケ。使っちゃおう。中中攻防クリアした。クリアコイン25枚ゲット。なんか俺ってやろうと思えば何でもできるやつだったんだな。オリンピックでも目指してみようかな。すごい調子乗ってんじゃん。それはさておき、一回ダイニングルーム行って休憩するぜ。お疲れ様。まだ時間あし、ダイニングルームで誰かが誘って探索するか。じゃあここは福田についていろいろ聞いていこうか。福田くん、はい。ん、あの木山か。どうした。言っとくけど、ヘアスプレーなら貸さねえぞ。お互い髪型にこだわりがあるからな。一緒に探索する。じゃあプールでも行くか。可愛い娘が泳いでるかもしんねえしな。望み薄じゃね。プールに行ってみたが、そこには大声で笑っている怪奇な水着姿の白崎がいるだけだった。なんで大声で笑ってるの。ちょっと怖いな、あの人。少し仲良くなれた気がするんだぜ。そもそもここにいる女子でまともな娘全然いねえんだった。青美ちゃん、もう希望はねえのか。畜生、ちょっと前。まあそんな落ち込むなって。喧嘩するほど仲いいって言うし、そのうち白崎と付き合っちゃうかもな。ガハハ、あんな性格悪い女と付き合っていたら、こっちまで性格悪くなっちまっつうの。白崎さん嫌われてるね。まあそれもそうだな。グハハハハハ。じゃあお前だったら付き合えるか、あいつと。え、ああ、うん、嫌がってんな。喧嘩するほど仲いいのにか。うるせえ。そもそもあいつとは喧嘩しても意味ねえから、もう好き勝手言わせてるぜ。ズバリ仲良くないんだぜ、この野郎。えいえい、そうですか。どうした、急に黙り込んで。ポンポン痛えのか。別に痛くねえよ。あや、あのよ、この前は悪かった。お前のことを疑ったり、敵意むき出しで監禁しようとしてよ。お前ちゃんと謝れるっていい子やな。おお、気にすんな。敵意向けられるのは慣れっこだし、状況が状況だったしよ。でも最初なんか感情論でお前のことを責めてた。お前に反論されるまで全然自覚がなかったしよ。確か妹さんを殺したクソ彼氏野郎が俺と似てるって話だったっけか。高校になって妹の和葉やんちゃになったからな。好みも悪になっちまって、そんでできたのがその悪の彼氏だっつうわけだ。
結局俺が引き離す前に殺されちまったよ。言いたくなきゃいいけどよ。そのクソ彼氏野郎はどんな奴だったんだ？どんな奴だったかはわからねえ。話したことねえしな。見た目は。おっと？大番長ではないか。茶髪のリーゼントをしてて、顎ひげを生やして、身長もお前ぐらいで、格好もカズハ好みの、お前ほどじゃねえが、突っ張り風だった。茶髪のリーゼント、顎ひげ、俺と背が同じ突っ張り？まさか、大番長？そんなクズじゃないだろ、大番長は。おい、どうした急に、焦ったような顔して。え、まさか秋山が殺したってこと、大番長。あや、別に。他にそいつの特徴は？これ以上は思い出したくもねえよ。例えば、顔に傷はあったか？顔に傷？いや、なかったけどよ。顔に傷がなかったってことは違うか。いや、俺と会う以前だったら、会う以前の大番長の姿なんて見たことがねえしな。妹が殺されたのは、いつだったんだ？2年前だよ。俺が大番長の弟子になったのもそれよりちょっと前だし違うな。さすがに考えすぎかっていうかバカ野郎。そもそも大番長は人を殺すわけねえだろ。しかも女を少しでも疑った俺が憎すぎるぜ。おお、そうか。いや、知り合いにいたかどうかで聞いてみたけど、やっぱり人違いだったぜ。そんで結局、そいつはどうなったんだ？妹を殺してすぐに消えたよ。噂じゃ他で問題を起こして、ヤクザに消されたとかな。サツは殺されたカズハの部屋の状況から見て、あいつが殺したとしか考えられねえって。サツがそう言うなら、あいつがカズハを殺したのは事実だ。無実の罪を着せられてる説ある。今でもあのクソ野郎がカズハをなぜ殺したのかはわかんねえ。だが理由なんざもう何だっていい。理由は何であれ、俺の妹を殺したんだ。そうだな。もし見つけたら、死ぬ寸前までぶん殴ってやる。そうか。なんか悪いな。嫌なことを思い出させちまって。いや、いいんだ。詫びって言っちゃあれだけど、お前には話しとかなきゃいけなかったしな。あの野郎のこともあって、突っ張りは嫌いだけど、お前のことだけはそれなりに信頼してやってるぜ。ありがとう。友情育んでる。おお、そうか。ありがとうよ。お前が女だったら嬉しかったぜ。そうかよ。そのリーゼントへし折っていいか？喧嘩するほど仲がいいってやつかな。あ、じゃあ俺一回部屋戻って休むわ。また時間あったら一緒に探索するか。お、そうだな。次はお前が白崎へ告白するための練習にでも付き合ってやるか。ガハハ。あくまで白崎ちゃんをそうやって見てるのか、二人。するわけねえだろ、ハゲ。俺別にハゲてねえんだよな。久田和樹との交流度が1上がりました。久田和樹の情報が追加されました。やった。よし、これで全員集まったみたいだな。ん？ああ、そうだな。何やら福田様とファイヤーマスク様が全員に報告したいことがあるらしいですが、あんまりワクワクしませんね。ちょっと嫌な予感してきた。もうお前のいじりは飽きたわ。もしかして脱出の手がかりが見つかったんでゲスか？もしくは交換所を見つけたとか？うむ、確かに。どっちも違う。違ったか。うむ、確かにって言ったのに。どっちだよ。実はよ、クソカスマサトを見つけたんだ。おっと？何？どこでだ？2階の教室でだ。見つけた俺とファイヤーマスクが捕まえて、今あいつの部屋に手足縛って拘束してる。おっと？ちょっといろいろ問い詰めないといけないな。珍しく脳筋組が役に立ちましたわね。早速行きましょう。彼には聞きたいことが山のようにありますので。怒ってる怒ってる。ああ、クソ愛らしいボクちゃんを殺したやつめ、生きてはいるな。この手でギルティー、罪と罰を与えてやるで。ふう、言い回しが難しいんだ。本当にマサトいる。マサト無言。あれ、気絶してる。捕まえた時にちょっと乱暴しすぎちまってよ。本当は死んでたりしてないの？なわけねえだろ。ちゃんと息してるし。うむ、確かに。突然のことだったのだ。仕方ないとはいえ、少し反省はしている。起きた？あれ、綺麗な瞳している。
記憶なくなってそう、この雰囲気。痛い。頭が痛い。あれ、ここはなんで僕縛られてるの？やっと起き上がったな、クソカス。マサト、なんで縛られてんのかは自分の胸に聞いてみろや、カス。落ち着いてください。あと暴力はダメです、絶対に。何なの急に、ひどいよ。いきなりこの部屋で目が覚めて、よくわからないゲームをさせられて、それで玄関ホールでみんなと自己紹介して、そして試験説明会場に行って、までは覚えてるような。なんだと？そんなのもう全然前の話じゃねえか。そういうことを言っているんじゃないよ。ここに閉じ込められて、3日目の第一デスゲーム試験が終わった瞬間から、3日後の今まで何をしていたんだい？え？第一デスゲーム試験が終わった？3日目からの3日後？え？じゃあ6日経っているの？え？どういうことなの？わけがわからないよ。これは？あ？まさか。記憶喪失？なんか都合良すぎね。演技っぽい気がする。そこの2人、さすがにやりすぎたんじゃないの？それは、つうか。あれ？ハイトムくん？ああ、それ思い出せるのはちょっと。ねえ、ハイトムくんは？ハイトムくんはどうなったの？うえ、絶対これ本人、絶対記憶失ってない。でもヒロシをわざと追い詰めてる。機関銃で撃たれそうになった秋山くんに必死にタックルしたけど、無事なの？それは、わざとらしい。わざとらしすぎる。まさか死んだの？ヒロシくんをかばって、違うよね？言ってることがえげつなすぎる。それに春崎さん、朝日さんもいないけど。やばい、こいつやばいよ。絶対わざとやってる。あの二人はどこにいるの？一体この6日間の間に何があったの？わざとみんなを追い詰めてるよね。やめろ。まさか彼女たちも。やめてくれ。おい、ああ悪夢たちが。あ、秋山、大丈夫ですか？ヒロシ君、急に顔色が悪くなって。なんでもねえよ。大丈夫だ。秋山君。この空気感。とにかく、石森雅人についてた。まさか、記憶が混濁してしまっているのか。どうせ演技ですわよ。ね、石森様、俺もそれに一票。演技なんかしてないよ。それよりあなたにどうしても聞きたいことがありますわ。実は秋山様が2日前に2階のタイプ室にて、あなたと今ここにいない道下様と春崎様がアイスを持って一緒に笑顔で写っている写真を見かけましたわ。これについては何か覚えは？あ？そんなの知らないよ。彼女ら二人とはここに来て初めて会ったんだよ。一緒に写真なんて全くもって知らないよ。そもそもヒロシ君が見つけたって言うけど、今その写真を持ってるの？見間違いとしか思えないよ。見せてよ。持ってね、消されちゃったもん。いい加減にしやがれ。いくら立場が悪いからって何も覚えてないふりなんかすんじゃねえ。腹立つし胸クソ悪いんだよ。やめて。もし僕が悪いことをしてしまったら何回でも謝るから。だからもうやめてよ。ごめんなさい。記憶喪失は正直無理あるよな。だって記憶失う前からヒロシのことを憎んでるわけだしな。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。だってね、ヒロシを憎んでるからこそ、過去の記憶からこそ憎んでるからこそ、ヒロシか色にちょっかいかけてたわけだからね。とてもじゃありませんが、この状態じゃ話になりませんわね。一度放っておいてダイニングルームに戻りましょう。ごめんなさい、ごめんなさい。 100% 演技。マジムカつく。くだらない嘘ついた挙句嘘泣きしてさ。むむむ、本当にあれは演技だったんでしょうか。細いは人を疑うことができない。記憶喪失が演技だとは思いますが、秋山様の見つけた写真について記憶にないのは間違いないようですわ。やはり秋山様の見間違いか黒幕が置いた罠でしょう。
冷静に考えれば、彼から聞きたいことはそれだけですわね。水晶ユキコ様には聞きたいことが山積みなのに、未だに会えないもんな。見つけた瞬間、ギルティ罪と罰しようかと思ってたんでふが、泣かれちゃうと何もできなくなっちゃうでふね。僕ちゃん可愛い男女の子の涙に、めっぽ弱いのでふ、マサトもいけるのかお前。大丈夫？秋山くん、心配してくれる。いい子。ああ、大丈夫だぜ。ちょっと番長トラウマをふと思い出しちまっただけなんだぜ。なんなんや、番長トラウマって。だが、もう心配するな。今の俺には、お前らという仲間がいるからな。どんな辛い過去を乗り越えて見せるんだぜ。というわけで今日も一緒に飯を作ろうぜ、細い。裸エプロンやめような。もちろんですとも、今日の晩ご飯はチンジャオロースカレーです。意外とはありかも。絶妙なラインのが来ましたでげすかね。またカレーでげすか？まあまあ、一回無個性くんのことは忘れて食おうぜ。それやんややんや。腹が減っては戦はできぬというしな。この後特に何もなく報告会と番長食事を終え解散した。何にでも番長をつける。マサト。あいつには聞きたいことがあるが、少し時間を置いてからした方がいいな。ということで。よし、細い。明日の飯の仕込みでもしようぜ。いいやつだな、ほんと二人して。あら、断られた。すみません、ヒロシ君。今日はやめておきます。あらら、なんで。なんだと？どうしてだ、この野郎。おとといから一切勉強していないということで。今日からホネタ君の部屋で勉強したいと思っているからです。ホネタもいいやつだな。勉強付き合ってあげるんだ。料理に専念して勉強をおろそかにしちゃいけませんからね。そうか。それは残念だ。そんじゃあ今日はやめておくか。勉強頑張れよ。また明日な。今夜は勉強頑張るぞい。ファイト。今日はもう部屋に戻って休むか。あら、普通に戻っちゃっていいの？なんかある？ねえねえ、せっかくだし恋バナでもしようよ。おっと、好きなメンズいる？拙者そういう柄でもないんでゲスかね。恋バナか。やったことないから楽しみかも。じゃあこの中で彼氏がいる、もしくはいた人。魔女にその質問は喧嘩売ってると捉えてよろしいでゲスか？怒ってる。僕も恋愛経験一切ないけど、きなこさんは？私、今付き合ってる人はいないけど、元彼は30人くらいだよ。半端ねえ。いい、多すぎでげすよ、このビッチ。そうか、お前、そんなこと言っちゃいけない。きなこさんならあり得る人数だけど、全員うまくいかなかったの？まあ、二重人格が、いろいろ影響してんじゃないか？うまくいかなかったというか、全員音信不通になったんだよね。どういうこと？え？何それは。裏のきなこちゃんが何かしたんじゃないか？じゃあさ、ここにいる奴らで気になる人はいる？この人だったら初恋愛してもいい人とかさ。え？恥ずかしいけど、そうだね。チラチラ、やめろお前。おい、そこのリーゼント、今女子会してるんだから男はあっち行け。バレたか、畜生。ちょっと気になる気持ちはわかる。え、いつの間に拙者たち女子会してることになってたんでゲスか？女子会じゃなかったの？逆に。ちょっともう部屋帰ろうか。いいね、いいね。なんか、女子の好きな人とかさ、チラチラ見ちゃうよ。聞きたくなっちゃうよ。あれ？亡霊がいなくなっている。どういうこと？普通に寝ていいのか？するぜ。寝るか。お、明日こそは脱出の手がかりが見つかることを願うぜ。だな。男らしいな、お前。ガリガリのくせにちょこちょこ男らしいシーンがあるんだよな。チップスその6、男子の必須本後編。見つかったやつ。なんか二人ほどやられてんぞ。あ、ガリベン君にバレたからな。第2デスゲーム試験中、夜型ダイニングルームにて。ヒロシてめえ、俺らまで売りやがって、許さねえぞ。おめめバチバチ、どういうことなの？貴様ら全員、こんないかがわしい本を持っているなんて許さん。全員、この場で、僕と同じ髪型にしてやる。やめてあげて。くそ、最悪だぜ。こんな奴のダセーや髪型になるなんて、死にたいぐらいだぜ。うむ、確かに。え、何やってんのあいつら。アダルトな雑誌が細い様に見つかってしまい、絶賛説教中ですわ。まったく、男って最低ですわね、丸山様。そうでゲスね。BL 書いてる人。なんとも言えないけど俺は、ノーコメントで。男ならみんな持っててもおかしくはないと思うけど、あのガリ弁って性欲ないのかな。ということで、まずは山口健二、貴様から僕と同じ髪型にするぞ、覚悟しろ。うわあ、僕ちゃんのクリームパンマンヘアが、そういうの意識してたの？
お、骨と。遅い。そこまででいいんじゃないか。これ助けてくれると思わなかった。お、骨と。いや、許さん。こいつらは高校生である身でありながら、こんないかがわしい本を大量に持って。いや、むしろ高校生である彼らにこそ、こういう成人向けの本を持たせるべきだと、僕は思うよ。どうした急に。何？詳しく説明しろぞい。今すぐに返答によっては貴様もバリカンで僕と同じ髪型にするぞい。やだやだ。確かに成人向けの本は、18歳未満である彼らがまだ見るには少々早いとは思うかもしれない。だけど、彼らは思春期の男なんだ。なんでこんなに理解ある男になってるんだ、ホネタ。ん？何があった？当然性的なことへの関心や興味が強くなる。その方が解消法になるんだから、誰の迷惑にならないだろう。しかし、お、ガリに戻った。それに、性教育の勉強にも少しはなる。君に言葉で言い換えるなら、保健体育、かな。保健体育？そんなの、この本のどこで？じゃあ、例え話の前に言うけど、さすがに子供がどうやって生まれるかは知っているだろう。ええ、もちろん。赤子はコントリが運んでくれるんですよね。せやな。冗談だろ？はい。至って真面目ですが、なんてピュアなんだ。こいつマジかよ。遅い。君がこいつらに説教する前に、僕が保健体育を君に徹底的に教えた方がいいね。すっげえいいやつだ、ホネタ。面倒見もいいし。なんですって？それは一体、よろしくお願いしますぞい。あ、こっからあれなの？ホネタくんの部屋での勉強会始まったってこと？ということで僕は今から細いに性知識を教室で叩き込むから、教室か。君たちはこのままここで待っててくれ。3時間半後、結構がっつりやったな。そしてがっつり待ったな。足がつりそう。3時間半も床で正座座りさせやがって、こんなの拷問と変わんねえよ。上司にもずっと見られてし。クスクス、にしし、バカにされてる。男の中の男は丸一日同じ体勢で座り、忍耐力と根気を鍛えることで近づくことができるんだぜ。ちなみに俺はまだまだ余裕なんだぜ。キラン、秋山博士すごい。こいつとうとう開き直りやがったな。撃ち殺すぞ。うむ、確かに。おっぱい揉みたい。何言ってんだお前。あ、メガネ二人が戻ってきたよ。いや、待たせたね、諸君。真っ青になってけど。たった今、ホネタ君から性について学ばせていただきました。そして気づきました。君たちはその本で性の勉強をしようとしていた。それを僕がやましいことだと勘違いをして罰してしまった。まあ、やましい気持ちだけだったと思うぞ。本当にバリカンで僕と同じ髪型になるべき愚か者は僕だったみたいですね。いや、もうすでになってるから大丈夫だな。もうとっくにしてるだろ、ハゲ。遅い。顔を上げろ。お前は自分の間違いに気づくことができ、筋を通して反省できたんだ。お前は男の中の男に近づいたんだぜ、適当。うむ、確かに。皆さん、ありがとうございます。なんか友情生まれてる。気を取り直して、今からみんなでその本を使って性の勉強会をやりましょう。みんなで一緒にやるのちょっと嫌かも。あ、歓喜、喜んでる。あはは、さすがにそれは冗談だろう。いや、いたって真面目に言ってますと思う。ちょっとやだな。なんだと？おい、骨た。って、いね！逃げたのか、あいつ。さあ、みんなで一緒に見ながら、1ページ1ページをじっくり読み込んで、頭に叩き込みましょう。まずはこの、素人者というやつを、なんつうものを持ってきてるんだ。男って、哀れな生き物。女の子の前でエロ本見るんだ。こいつら、キモい。ギャハハ。かわいそうに、尊厳という尊厳を踏みつぶされている。今さら逃げる者は僕と同じ髪型にするぞい。もうエロ本はゴリゴリだぜ。その6、男子の質問後半終わり。仲良さそうで楽しそうで何よりだぞ。グーグー。起きた。お、もう朝か。なんか俺のリーゼントが胸騒ぎしてるぜ。お、嫌な予感。とりあえずランニングルームに行くぜこの野郎。ほらほらほら、熱血後輩秋山博士様だぜ。お前らおはようなんだぜ。おいおいおい。相変わらずテンション高い。なんか涙流してるよ。これ嫌な予感？あ、秋山くん、おはよう。え？なになに？どうしたんだ？そんな深刻そうな顔しやがって。朝方、女子全員の部屋にこんなものが送られてきました。女子全員？今夜お前らの中から誰かを殺す。おい！なんだこれは？脅迫状かこれは？
かも愛しきおにゃの子たちの部屋に人間のクズかこの野郎、誰だ誰なんだ、脅迫状なんかを送ったのは、そいつはいずれ死をもって償うべきでふね。これはターゲットを女子にするって言って無警戒の男を殺そうとしてるんじゃないかと俺は予想する。これはお前だ、これはお前だろ。上司にセクハラしまくって嫌われた逆恨みに嫌がらせしたに違いないぜ。ということで犯人はデブだ、間違いないぜ。やりそうは。このアフロ野郎に与えるのは死あるのみ。こんなことすんのはクソカスマサト野郎だと言いたいところだけど、縛られてんじゃない。つってもクソカスマサトは手足縛って部屋に監禁してるんだし、やれないよな。うむ、確かにな。では残るは水晶ユキコ殿とかは。そんなことする玉か。決して擁護するわけじゃありませんが、彼女がこんな内容を書くような人にはあまり思えません。あ、右に同意。だけど確証はないよ。秋山を裏切った石森の時のようにね。それを踏まえ犯人がこの中にいる可能性も決してゼロじゃありませんわ。うわやべえ、一気に場が暗くなっちまってる。これじゃあ築き上げてきた番長団結が一気に破壊されちまう。おう、とりあえず飯食おうぜ。俺の甘いラーメンを。甘いのか、ラーメンなのに甘いのか。食って頭に栄養をつけてから考えようぜ。とてもじゃありませんが、そんな気分じゃありません。脅迫状送られていない上に力が強い方は能天気でいられていいですわね。ごめん、みんなのこと励まそうと思っただけなのに。いい。その言い方はねえだろ。そういうあなたが送ってきたのかもしれませんわね。やばいぞこの状況。なんだとてめえ。ちょっとこんな時に喧嘩はやめましょうよ。くそ、どうすればいいんだ。こんな時にもし死んだ朝日、ユナ、ハイトムがいたならすぐ場を抑えられるってのに、どうすればいいんだ畜生。ねえ、ちょっと思いついたんだけどさ、お泊まり会をするってのはどうなかな。あ、女の子たち全員でってことかな。え、お泊まり会、なんだよ、お泊り会を言う。そう、ヒロシッチが朝日っちの部屋に泊めてもらった時のように何人かで部屋で寝て過ごせば、一人でいるよりは不安を感じずに済むんじゃないかなって。まあそれは実際そうだと思う。ついでにもっと仲が深まるし、一石二鳥じゃん。しようよ。あ、生まれて初めて女子と一緒にお泊り会ができるってこと。今僕ちゃんは神に愛されているでふ。お前は絶対ないから大丈夫だ。ダメだ。男女が同室で夜を明かすなんて不健全の極み。ましては高校生かつ大切な仲間同士との不純異性交友など。普通に考えて女子だけに決まってるじゃん。男子は男子だけでお泊り会すればいいしさ。まあそうだよな。細い、ちょっと期待しちゃったかな。お泊り会。お泊り会ってしたことないんだけど、一度でもいいからやってみたかったんだ。ちょっとテンション上がってる。お泊り会ですか。確かに悪い提案ではありませんね。一定の人数で共に夜を過ごせば事件が起こる確率は極めて低くなるとは思いますし。しかし困りましたわね。お泊り会だなんて、私様のような花園の女王は準備が大変ですのよ。あ、もうこれ決まりって感じでげすね。お、場が和んだ。さすがきなこちゃん、恐れ入ったぜ。よし、俺も乗るか。よーし、そんじゃあ野郎ども、俺らもお泊り会しようぜ。男たちで、なんてむさい。僕ちゃん男だらけの部屋で寝るのはちょっと、まあ、せやな。いやデブ、てめえはお泊り会強制参加だ。はあ、一番見えてないうちに何しでかすかわかんねえからな。確かに、俺らが監視させてもらうぜこの野郎。めっちゃ疑われてる。うむ、確かに。今更なんですけど、僕たちに人権ってないんでしょうか。まあしょうがないな、日頃の行いってやつだ。つーか、あのタイプの部屋に男全員で寝れるか。よくて5人が限界じゃねえの。うむ、確かにな、7人だと狭い。だったら僕は細いと2人きりで部屋に泊まろう。昨日も僕の部屋で勉強会に付き合わされたからね。言ってたね。ええ、引き続き一緒に帝王学を学び。帝王学学んでんの、すげえ。総理大臣の道へ一歩一歩進むぞ。夢がでっかくなってる。なら今夜は図書室の奥の部屋で一晩中勉強会をしよう。あそこは内側から鍵をかけるタイプの部屋だから、
外から危ない奴が来て邪魔される心配はないからね。そんじゃあ俺、福田、ファイヤーマスク、デブ、そしてアフロ野郎の5人でお泊まり会でもするか。ちなみに誰の部屋でお泊まり会するんでふか？さすがに俺の部屋でお泊まり会はできねえな。お前ら4人に部屋汚されたくねえしな。めっちゃ拒絶するやん。ファイヤーマスクの部屋はめちゃくちゃだし、デブの部屋は普通に嫌だし、アフロ野郎の部屋は汚いし、となると残るはヒロシの部屋だけになるな。じゃあしょうがないな。ということで、泊まる部屋は秋山んとこで決定な。俺らが来るまでに部屋ちゃんと掃除しとけよ。この野郎、いつから俺に口答えできる立場になったんだ。まあ何でもいいけどよ、許してくれた、ありがとうな。よし、そんじゃあパーッと酒パーティーしようぜ。ダメだな、それやんややんや、未成年いるからな。ん？鉛筆で風穴、怒ってる。あー間違えちまった、酒だ酒、酒パーティーしようぜ、それやんややんや。酒ですか、酒はいいですよね。ビタミン類やアスタキサンチン、 DHA や EPA などの栄養素が豊富に含まれていますからね。明日は酒カレーでも作りましょうかね。あ、ちょっと美味しそうかも。なんとかごまかせたねんね。ごまかしたとしても飲むなよ。じゃあこっちはミツコッチの部屋にしよっか。それまでに部屋を掃除お願い。ひどい。あ、飛ばされちゃった。それはそうと、クリアコインはどうするんだ。そうですわね、皆さん他の人の部屋に泊まる前、自分の部屋にクリアコインを置いておくというのはどうでしょうか。盗まれるんじゃない、それ大丈夫。そもそもめったに使うものでもないから、僕は最初から部屋に置いているけどね。まずいな、なんか盗まれそうなルートがある気がする。うむ、確かに。ではお泊まり会は決まりということで、夜まで解散いたしましょう。さて何を持っていきましょう。ウキウキじゃん。今日は作業できそうになさそうでゲス。お部屋の掃除頑張って。この後俺の甘いラーメンで番長食事を終え解散した。よし、残るテストゲームは一つだ、クリアしてやるんだぜ。また、はい。ということで今回はここまでとさせていただきましょう。多分次のパートで殺人が起きるんじゃないか。最後のミニゲームを こなしてどうなるか。そしてクリアコインの居場所、なんか部屋に置いてるとかどうとか言ってたから、逆に白崎さんが誘導した、そのクリアコインを盗むために。なんかいろんな人たちの思惑がせめぎ合ってる気がします、ね。はい、まあ、とりあえず一旦終わります。シアンでした。またね。